はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、とっちゃんです。さあ今回は G3A さんのシュートフログやっていきたいと思います。最後に使ったのが多分1年以上前かな、今年かな、忘れちゃったけど、こいつが出た時だと思われます。で、最近 G3A さんに HK416 のね、416だっけ、スーパーマーシャル使ってくださいって言われてたんですけど、ちょっと持ってなくて入手するまでちょっとお待ちください、ごめんなさい。その前にね、元バトルライフル最強でマーシャルよりもね、強いとか5分くらいって言われてたこの G3A さんをね、今現環境どのぐらい、こいつはね合成もできないし改造もできないんだよね。ただめちゃくちゃ性能高いんで、今環境、この環境で使ったらどのぐらい強するのか皆さんに見せていきたいと思います。さあ行きましょう。もう使い方なんてね忘れちゃったんでね、やりながら思い出していきましょう。ただ近距離は本当に、頭入れるとマジで優秀なダメージ叩き出すんで、あ、なんで食らった今、謎。絶対俺の後ろに行ったと思った今。多分俺体で受け止めてたね。許せない。いいね。サクッとやられてくれますね。サクサクッと今。マジで3発落としじゃないかな。来て来て来て、頭入って、ダメか。あ、無理かもう連射力はね4ぐらい違うだろうね本当にエブリゼント。ただやっぱ火力は違うから、単発火力の高さでこっちは物が、こっちはマウント取りたい。おお、いいね。やっぱあの距離でも安定してまっすぐ飛ばせる。右クリが強いっちゃ右クリが強いんだけど、まああんまり使いはしないよね。あー、怒っちゃった。最悪。素晴らしい。多分ダンプ打ちもねそれなりにできると思うけど、まあ使わないよね。いた、グレネードすごいっすね。ああ、遠距離でも3割カット。一応フロートもね、まあ、それなりにできるっちゃできるけど、まあ、無理にする必要性はない。なんかめっちゃ俺の出てくる広がっちゃなかった今。これジャンプ打ちすると、ああやっぱ広がるんだね。これは G3A さんの特徴かな、まあ、やりすぎ注意だよって感じだと思います。右左タイミングよ。追いかけたのが悪かった。頭入れたけど多分壁抜き。うん、なかなかうまいこと強いとこ見せれないね。もうちょっとうまく戦いたいんだけど、グレネードこ、いや頭しか見えてないじゃん。あ、危ない危ない危ない。惜しい、いいところ見せると思ったのに。あそこのでもやっぱ瞬間火力の高さ、一瞬にして敵を蹴散らしていくのはすごい。これがさ、これがさマジで電車高かったらやばいんだよ。まあこれでも高い方なんだけどね、 10.5 って。 G3 とかになってくる、10、なんだっけ、スワンプマンとかになってくるともうちょっと高いよね。はい、ナイス。なんだかんだ良かったね。なんだかんだ。さあ01からのスタートです。ほんとこの砂煙なくしてほしいな、早く。痛すぎ。これグレネード入れるしかないのでは。これいけんじゃね？いやー無理かー。いやフルオートで無理やり行きすぎた。めっちゃ下手くそだったな今の。今のは下手くそだった。無理やり行っちゃったよ。
ダメだ、冷静になんないとね。散歩落としできてたら神だったな。かなりのオーバーダメージになってるんで、98とかでしょこれダメージ。何歩 ?670 の6、あそうだね、 99. 何歩とかだ。3当たりどころなんだよな本当に。さあ、なんとか一本取りたいね。取れればなんとかなる。前方に主流だ。ほかじゃねえの見てたら。すげえいるじゃんあっち。あーここ、手榴弾強敵。取ったね。あとはもう一回誰か見てくんねえかな。さあナイス。あと分からんぞ、後ろでもいいんじゃね。ちょっと見てみっか、いくんじゃね。あそっちは全然違うわ、危な。的外れもいいとこだった。頭入れたいな、頭入れたいっすな。いやむずいねこれ、なんかまさらむずくなってきたわ。手榴弾強敵。危ない。どこ飛んだ。あそこ飛んだわね。敵の手榴弾、武器に甘んじてんのがすごく痛いほどわかるんだよね。もう大丈夫か。なんで俺が死ぬの。いやおかしい、絶対俺じゃないっしょ、謎。さあ守りなんで頑張ってやっていきましょう。じゃあ一回行こうかな。右蹴り使うかここで。まあこんな感じで撃てますよと。大丈夫か、なんか普通にも普通にも壊滅させられてんじゃない。大丈夫か。なんとか味方が守ってるけど、かろうじてじゃない？あー壁抜きて。手榴弾強敵。ダメー。あでもかなり削ったんだ今。壁抜きになっちゃったんだろうね今、多分箱ごと打ち抜くようなイメージでやってたから。もう104入ってる。スナイパーに192、確実に頭で落とせるダメージ、素晴らしい。さあ次こそ1来るんではないか。よくさっきね耐えたと思いますわ1側ね。グッジョブです。抜くだけならパターやから、頭飛ばした。抜くだけならね、こうやってただからね。ナイス、これじゃない。さあ、火力高いんでね、ちょっとでも当たりはとりあえず。オッケーと。いや来てくれ。
ほい。わあ、そっち来るよ。さあ、3対4、味方が取り返してくれております。素晴らしい。さあ、一回最後ぐらい、最後にすっから、このラウンドここやりたい。マガジンチェンジ。来ないかな。来なさそうだな。なんかもう最後イケイケになってんじゃん、みんな。手榴弾投擲。すごい頭なんか。あー、どこ行った？あ、そっち行った？あー、敵ですかな？こりゃすごいや。ナイス。あぶねえ、頭入れた、よかった。これなんだよ、すごいな。これは F2 戦とかにはできないゲートよ。はい、というわけでね、やっぱ今流行りのね、G3A さん使って思いましたけど、今流行りのその連射が速い武器、だの、最近こう高レート腕効果力みたいなの流行ってますけど、結局は防弾貫通能力には勝てないなというところが少し分かったのかなというふうに思います。最後のね、敵の倒したシーンとかはまさにそうですけど、あんなのも火力が、連射がどれだけ速かろうができない、ゲートなので、このゲームね、頭2発連続で入るってのがまあまあないんですよ。なんかよくわかんないね、ダメージエフェクトみたいな、ダメージエフェクトっていうかダメージモーションかのせいで連続で入らないとかあるんで、やっぱそういうの考えると、やっぱこいつにしかできないゲートがいっぱいいろんなところであるんだなと、まあバトルライフル全般に言えることですけど、いや、すごい強いなと思いました。あ、ただね、使い方がちょっと難しい。どうしてもね、うまく使いこなせないところが多々あったんで、やっぱり練習は必要だよね。本当にこの F2 戦とかさ、アウグとかさ、ね、そういうこういう HK413、433レオパードとかみたいに、簡単に使えるような武器じゃないんで、本当に。まあ、昔の武器と比べたりとか、それはね、アイゼンワルドとかと比べたらすごい楽なんだけど、メイクインとかと比べればね、これで移動打ちもできるし、楽なんだけども、やっぱり今の流行りの武器よりは技術が必要になってくるし、その技術を使ってこいつの強いところを出していく、そこで戦ってあげるっていうのがすごい大事になってくるんで、使ってても楽しいし、でその強みを出せた時はすごいね、嬉しいし気持ちいいし、いい武器だなってやっぱ改めてね、この環境になっても思いました。つか頭一撃で落とせるって、叩けるってすんげえいい。やっぱ楽しいね、使ってて昔思い出します、すごく。はい、というわけでね、いつかはね、改造でこいつ強くできたらなというふうに思っておりますので、運営さんよろしくお願いします。非常にいい武器でした。また、そのうち機会があればやっていきたいと思います。とりあえず、近いうちにスーパーマジョルを手に入れてやりますので、楽しみにしてください。お疲れ様です。